フィギュアスケート男子で2023年世界選手権代表の友野和樹選手26が第一重権グループ所属になることが24日発表された大阪市に本社を置く第一重権グループは昨期に友野選手とパートナー契約を締結今回友野選手からの申し出を受け所属契約を結ぶことになった同社は 何事にも果敢に挑む友野選手の姿勢が、当グループの掲げる革新性やチャレンジ精神と共通すること、そして表現力豊かで才能あふれる唯一無二のスケーティングに感銘を受け、第一重県グループは友野和樹選手の今後の競技活動を支援してまいります、としている。友野選手は、この度、ご縁があり第一重県グループの所属選手として競技サポートしていただけることになりました。 昨年パートナー契約を結んで約1年、競技のサポートを中心に様々な活動を通して第一重権様とは短期間に深い絆で結ばれたと感じています。2026年のミラノコルティナ、ダンペッツォ、冬季オリンピックに向けて第一重権グループの名前を背負い今後より一層精進してまいります。今後とも応援のほど、どうぞよろしくお願いいたします、とコメントした。 倉沢一志。